ハプログループ D の移動想定ケロ、ハプログループ DM55 とは、分子人類学で用いられる、人類の愛染色体ハプログループの分類のうち、ハプログループ D のサブグレードの一つで、M55 の子孫の系統である。3.5から4万年ほど前に、日本列島で誕生したと考えられ、現在日本人の3割、内し4割がこのハプログループに属している。イサーグでの名称。 ハプログループ D1A2A は日本列島で観察される。日本人の約32%から39%に見られ、沖縄や奄美大島では過半数を占める。アイヌの80%以上もこれに属する。ハプログループ D1A2A は日本で誕生してから3.8から3.7万年ほど経過していると考えられている。東アジアの他地域では D1A1 が チベット人の最大49%、ヤオ族の30%観察され、D1A2 ビットはアンダマン諸島南部で、サンプル数は少ないものの100%を占める。さらに、D1A の姉妹型の D1 ビットが台湾やフィリピンのマクタン島で見つかっている。その他、詳細な系統は不明だが、ハプログループ D1 に属するタイプは、 マリアナ諸島のグアム島で島民の17%に見られる。なお、D1A にある系統とこれらの他のハプログループ D のサブクレードとは、おおむね5万3000年以上の隔絶があり、他のハプログループと比べて、サブクレード間でも禁煙とは言えず、親グループ間並みの時間的距離がある。現世人類の誕生後、Y 染色体アダムからハプログループ A や、 ハプログループ B の系統と、いわゆるユーラシアンアダムの子孫たちを含むグループとに、人類は分化していった。校舎の中から一円北系の変異が、約6.5万年前頃に、アフリカ大陸の北東部において生じた。これが、ハプログループ D とハプログループ E の親グループである、ハプログループでである。さらにその子系統である、ハプログループ D は、アフリカにおいて、 すでに発生していたと考えられる。ハプログループ D の古系統のうち、ハプログループ D2 はアフリカに止まり、ハプログループ D1 がでアフリカを果たした。ハプログループ D1 はハプログループ CF とともに、現在アフリカの角と呼ばれる地域から、現生人類としては初めて、航海を渡ってアフリカ大陸を脱出した。アラビア半島の南端から海岸沿いに、 東北に進み、イラン付近に至った。さらに、イラン付近から、アルタイ山脈付近に北上したと推定される。ハプログループ D1 のうち、投進して、日本列島に至り誕生したのが、ハプログループ D1A2R であり、アルタイチベット付近に留まったグループから誕生した、系統が、チベット人に高頻度のハプログループ D1A1 で、ある。アリゾナ大学のマイケル・カイハマーは、 縄文人の祖先は、約5万年前には、中央アジアにいた集団であり、彼らが闘神を続けた。結果、約3万年前に、北方方ーつくルートで北海道に到着し、日本列島で D1A2A が誕生したとする説を唱えた。先谷光は、ハプログループ D1A2 が河北を経由し、九州北部に到達し、日本列島で D1A2A が誕生したとしている。 当時無人の日本列島に到達したハプログループ D1A2 系統は海洋資源に恵まれ温暖であったため日本で繁栄した。中国大陸から弥生人が日本列島にやってくるまでの約3万5千年間に日本列島においてハプログループ D1A2 の中からハプログループ D1A2A が誕生したと考えられる。日本各地で高い頻度を誇るが特に 東日本や沖縄に多い。また、国外では、韓国、ミクロネシア、ティモール島などで低頻度に見られる。北海道霊文島の船泊り遺跡から出土した、人骨、船泊り5号の Y 染色体は、ハプログループ D1A2A2R であった。これにより、ハプログループ D1A2R 系統は、縄文系であるという従来からの仮説が立証された。 2020年4月16日改定のイサーグの系統樹による。ありがとうございます。